はい、中西かなでーす。今日はですね、第4弾、ソルペンのアクセサリー第4弾の商品紹介をしたいと思いまーす。イエイ。映像いかがでしたか？はい、ありがとうございます。第4弾はサール、 SALサール、なんとかサールになってるんですけど、結構シンプルめなものが多いので、塩って意味です。はい、ラテン語でサールで、私のおすすめの商品は今つけてるんですけど、じゃあ見えるかな、これ見えてんのかな、わからんけど見えてる。はい、このヘアゴムとレースのヘアゴムと、このこっちですね、こっちのピン、普通のこの自分の持ってる金のピンと合わせてるんですけど、これですね、これのセット、すごい可愛い。みんなからこれは一番声が多かった、あのヘアゴム、ヘアピン欲しいっていう声が多かったので、それをセットにしました。ぜひ皆さん使ってくださいっていうのと、もう一個見てください。今ちょっとジャラジャラつけてるんですけど、これは2サイズありまして、こっちはまあ女性向けかな。これはじゃん、チューリップ、チューリップになってるのよ、この部分が。の腕輪ブレスレットと、これはまあ女性でも使えるけど、これちょっと男性のサイズ、 L サイズなのでちょっと大きめなんですが、 M もあります。女性は M がおすすめ。はい、じゃん、これ例えばフェアでつけてもいいでしょうしね、女の子が片方片方でつけたりするのもいいんじゃないかなと思います。そしてまだちょっとおすすめあるから言いますね。あとこのイヤリング、なんかレース系ってやっぱ可愛いなと思って、それに別光がついてる秋っぽい感じになってます。あとはこれも、これはダランって垂れ下がってる。いや、止まれ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 止まらん、このやつです。止まらん。ここにキラキラがついてるのと、はい、キラキラがついてるのと、こんな感じです。つながってる、タラーンってつけたらタラーンって垂れ下がります。これもおすすめです。もう一個すごいお声が多かったのが、待ってよ、どこ行った、どこ行った、はい、イヤーカフ欲しいっていう人が多くて、前回も出したんですけど、ちょっと数少なかったのですぐ売り切れたので、今回も作ったんですが、今回はこのリングとこのイヤカフ、じゃあつけてみるとこんな感じです、こんな感じです。見えてるかな、分からんけど、はい、こんなビーズの感じ。これとこれはセットになります。あとこれは男女兼用、男子の方も女子の方も、男性の方も女性の方もつけていただけるイヤカフ、あ、学んだので、このイヤカフもおすすめです。こっちもあります。中西ハウス。そしてなんといってもこれですね、じゃん、アクリルスタンドキーホルダー、ずっと出したかったやつ。これ立てられるんですよね、立てて連れてって、これでカバンとかに連れてって、ご飯とかと一緒にこんな感じで、ソペご飯ってここに入ってるんですよ、ハッシュタグソペご飯って入っているので、これと一緒にハッシュタグソペご飯って書いてくれたら、私検索して絶対見ていいねをしたりとか、コメントとか、まあできる範囲でやっていきたいなと思ってるので、みんながお出かけした時とかにこのキーホルダーソペくんとソペご飯写真撮って載せてほしいし、自分で手作りでご飯作った時にもこれと撮って
ツイッターに載せてください。インスタでも、いやおすすめです。これ本当に私もたくさん載せていくので、みんなでソペご飯いっぱいツイートしましょうね。そんな感じで他にもまだまだあるんですけれども、まあ、ゆっくりサイトを見ていただきたいなと。あとあれですね、ロンティー本当に着心地が良くて、これ私あの襟つけたんですけど、なんか襟つけてアレンジしたりとかしていただくのもいいでしょうし、なんかこのワンポイントソルペンナっていうなんかおしゃれなロゴな感じなので、いろんなお出かけとかにもね着ていただきたいなと思いますし、今回ね新色が発売されるんですよ。はい、ぜひ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 たくさんソルペンナティー着てください。いつかなんか街でさ、ソルペンナティー着てる人とね会えたら嬉しいなっていう、それが今の私の夢でございます。はい、今回は10月もうすぐハロウィンということで、私からのプレゼントがあります。5000円以上お買い上げの方に1枚必ずこれはつきます。あのハロウィンのイラスト、かぼちゃだったりお化けだったり魔女だったり何かも分かりませんが、書いたやつとあと文字が書いたこのポストカードもお入れいたしますので、皆さん大事に使ってください。使うっていうか何、飾ってください。中西ハウス、本当に今第4弾目ということで、こんなにね続けられてるのは応援してくださる皆さんのおかげなので、これからもね皆さんのことを大事に思いつつ、みんなの意見を取り入れつつ、ソルペンのアクセサリーをもっともっと頑張っていきますので、これからも応援よろしくお願いしますっていうのと、第4弾も皆さんたくさんつけたり着たり見たりしてください。本当にありがとうございます。ということで、バイバイピース。